ニュースピアジェのお時間です。ピアジェ代表のコマンドボリショイです。はい、今日は8月4日火曜日、8月10日ピアジェ後楽園大会まであと6日となりました。ドキ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 。はい、というわけで今日はあの選手がいなくて私一人でお送りするんですけども、選手が普段どんな練習をしているのか、はい、道場の方に潜入していきたいと思います。みんなで一緒に、選手の練習を覗きに行きましょう。レッツゴの調子はどうですか？はい、上々です。良くなってきてます。はい、頑張って。はい、ありがとうございます。そして、和樹は背中を鍛えてます。はい、調子はどうですか？バッチリです。はい、じゃあ皆さんに一言。ぜひ後楽園大会見に来てください。はい、頑張って。はい、どうですか調子は？はい、もう調子も抜群です。すごいコンディションもいいです。もう蹴りは毎日やってるの？毎日やってます。ここで数えきれないぐらい、数えきれないぐらい毎日、はい、蹴り込んでます。はい、じゃあ頑張ってください。はい、頑張ります。はい、バイバーイ。調子はどうですか？頑張っています。はい、引き続き頑張ってください。はい、はい、後楽園ホール大会まであと6日、気合い入れていくぞ。いつも通りだね。はい、気合い入ってます。気合い入ってね。はい、皆さんぜひ見に来てください。はい、頑張ってね、無差別級チャンピオン。はい、頑張ります。はい、はい、今日は何を食べましたか、練習前に？はい、練習前にとろろそば、冷やしとろろそばを食べてきました。自分で作ったの？あ、いえ、スーパーで売ってる、はい、そばです。はい、はい、話終わっちゃったけど、はい、とろろそばは、はい、冷たいやつ？冷たいやつです。はい、美味しかったです。はい、以上ですね。はい、他に、今日じゃあ夜ご飯は何食べたいのかな？夜ご飯は、カツを食べたいと思います。カツを、はい、パワー、はい、パワーアップするために。はい、はい、で、とんかつは作らないよね？あ、買ってきた。買ってきて、はい、お惣菜を、お惣菜を、はい、ほんと、とんかつ屋さんに行くわけではなくて、あ、スーパーの、スーパー好きなのね。はい、はい、じゃあ今日は晩ご飯はとんかつということで、はい、はい、頑張ります。はい、さよなら。はい、ありがとうございます。あかり、どんで、あ、今日イベントのは久しぶり。うん、いっちゃれ。はい、ありがとうございます。はい、バイバーイ、アディオース。
おお、すごい。もう一回見たい。もう一回。今の出来は？今の出来はダメです。じゃあもう一回。いけ。はい。今日は何を食べるんですか？今日、何ですかね、ちゃんこ。ちゃんこ、何味だろう。昨日でも自分が作ったので、うん、スープでしたけど。昨日コンソメ味ね。コンソメ味のスープ。うん、具が少なくてね。やっぱ難しいですね、大勢の人に作るのって。うん、ね、はい。じゃあ、あともう少し練習頑張ってください。はい、はい、頑張ります。はい。上がるので、はい、スタミナ強化にもつながると思って2人で始めました。あ、心肺機能高めて、はい、あとあのたまにポーズがあった時の息ぴったり感になんか自由になんかあの個人的にも自分でポーズパッて決めるところがあるんですけど、もうそこはもう全然自由なんですけど、本当じゃあ決めてペッ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 。いや、あの時もあるんですよ。あの時はめちゃくちゃ、うん、あの気持ちいいよね。あーとかして、はい、迫力が高まるかと。はい、はい、ちょっとコーラ県に向けてね、はい、はい、テンション上がってますよ。はい、イエーイ。はい、じゃあ引き続き頑張ってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。邪魔してごめんね。イエーイ。お嬢さんもやりましょう、今度。今度ね、はい、いかがだったでしょうか。はい、後楽園に向けて選手もだいぶ力が入って練習していましたね。はい、ではここで改めて後楽園大会のカードを、発表したいと思います。よいしょ、ちょっと落ち着いたな。はい、8月10日後楽園ホールピュアドリーム2020ピュア J3 周年&レオン20周年アニバーサリー11時半スタート。第1試合大空知恵デビュー戦、クレア対大空知恵。第2試合名勝負数え歌スペシャル8人タッグマッチ、和樹ライディーン鋼谷桃ジャガー横田対あかり米山香織小林香穂倉垣翼。第3試合スペシャルタッグマッチ、勝間奈美マリマンジ対松本博代 YOU。 第4試合レオン20周年記念試合、レオンアジャコング対秋の高瀬美雪。第5試合デイリースポーツ認定女子タッグ選手権、王者春日萌香組対春日萌香誠組対中森花子山下里奈。はい、以上全5試合となっています。はい、この後楽園大会はなんと休憩がありません。一試合一試合、間にリング清掃の時間を取るので、お手洗いに行きたい方はその時間の間に、行っていただければいいなと思っています。
他にも、注意すべきガイドラインなどは、後日まとめて、発表したいと思います。安全対策をしっかりとした上で大会を開催するので、皆さん、ご協力の方よろしくお願いします。はい、では今日のニュースは特に新しいニュースはありませんでしたが、選手の日常を、ちょっと見てもらえたかなと思います。今日この動画が良かったなと思う人はいいねを押してください。そしてチャンネルご登録まだの方はぜひ、登録の方もよろしくお願いします。はい、動画ショップ、グッズショップなどのリンクも概要欄に貼っておきます。ピアジェのホームページもぜひご覧ください。今日はありがとうございました。また明日、バイバーイ。